おはようございます、スリコー TV です。またこの風景かよってね、思う方もいるかもしれないんですけども、今回はねちょっとね紹介したいものがあって、前回のねこういうライトリグのロットを準備してますよ動画の続きで、これなんぞやね、じゃ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 ーん、じゃじゃーん、あージーニアスプロジェクトって書いてありますね。つる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 、ピッ、はい、これねロッドのティップをカバーするような感じに見えるんですけども、実はねこれあのジーニアスプロジェクトね、関西に行くことがあったんで、青木プロのね秘密基地疑似エアさんにお伺いして、あの取材した回っていうのがあったと思うんですけども、そこでいろいろねあの竿の秘密とかいろいろお伺いすることがあったんですが、その時に釣り子さん実はこんなもの今ね考えてね作ったんですよ、試しに1個使ってみてくださいよって言ってね、1個ね分けてもらったんですね。これねロッドのティップカバーなんですが、このね何気ないところに非常にアイデア満載で、こういうねまあ、トーナメントみたいな感じでロッドを大量に持っていかなきゃいけないっていう時に、まずねこの先端部がこんだけすぼまっているから、従来よくあるねあのティップカバーだと先端の方でこう竿先がカチャ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 ね、あのまだブレることがあって、そこをね再度別のロッドベルトでねあのギュッてやってなんていうことがあったんですけども、このねやつだと先端に行くにつれてこんだけ細くなるから、非常にねロッドの先がバタつかないね、スマートにシュッとねしまえるっていうことと、あとねこの後ろ2箇所結構ね丈夫めの、ね、ベルクロ2箇所でね止めることによって、下の方はねあのギュッてやんないでもこのやつだけで全部束ねられるよなんていう説明を受けて、で今後ね出てくるあのジーニアスプロジェクトのロット購入の方にサービスでつけるかも、どうやって販売しようかな、まだ検討中みたい、まだアイデアの段階っていうことで、でもね、もう間もなく、これ単品でもね、値段を考えて、一般にも販売したいな、なんていうふうに言っていたんで、もしね、青木さんに電話してもう値段決まったよということであれば、ここら辺にテラップでおいくらって、ね、入っていると思うんですが、まだ決まってないということであればここはちょっとねカットになるかもしれないんですが、じゃあね早速ねこのごちゃごちゃしたねロットね束ねてね様子を見てみたいと思います。はい、でん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 、こんな感じでね先端がやっぱねすぼまってるんで、なんかね素材が後入れやすかったですね。今ねさーって入れて、でこう2箇所で保持しているんで、下の方はねこう広がった感じになるんですけども、まあ持ち運びはもうこの感じで持っていけばいいのかななんていう感じなんで、あこれね便利そうですね。気になる人はこの下の方ねちょっと長めのやつで、なんだろう、ギュッともう一箇所巻いてもいいのかもしれないんですけど、自分なんか結構雑なんでこんな感じで、で先端がねほんとねシュッてねなってるから中が全然バタつかないんで、そこら辺のティップのガードって考えるとねほんとね非常に使いやすいのかな。ちょっとねせっかくお預かりすることができたんで、しばらくねこれね、まあ、こういうのねなくしちゃいがちなんですけど、なくさないようにね、あとは絶対この竿売らないなって思った竿のネオプレーン素材のこう袋なんかがあったら、そういうのをね切って自分でねファンタジスタのやつとかね、こうやって作っていたんですけども、やっぱ先端の方がちょっとバタつくなっていうのはいつも感じていたので、この感じいいな。ちょっとね実際に釣り場でどんな感じかねもうちょっとねお見せできたらななんて思うんですけども、まあスタンバイできました。というわけでですね今回はね明日釣りの大会があるんで、いろいろね、ロッドを準備したんですけど、あもうねはいこんな感じでね、ジーニアスプロジェクトのちょうどグラビアスも、
2人いますけども、今回ご紹介したいのは、こちらね、ジーニアスプロジェクターから登場予定の便利なね、ロッドカバー、これにね、リグってみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。